はい、はい、最強状態はこちら、使用アイテムと使用ハイパーバターはこちらの通り。ちなみに、容量を紹介してませんでしたね。アンドロイドが約550メガ、メガ、 iOS は約900メガ、どっちもね1ギガないようなアプリになってるので、うん、ダウンロードしやすいんじゃないかなと思います。軽いですね。はい、そして1つ目のハイパーバター、主人公なるみくんです。なるみけいすけ、うん、GR ランクです。継続率 85% 未満のバトルモードに当選したとき、うんうん、なんと最大 95% の確率で継続率 85% に書き換える特別効果が発動するそうです、うんうん、はい、ちょっとね継続率物足りないなった時でもこのハイパーバターの効果で継続率の優遇効果が発動するってことで、要チェックなハイパーバターなんじゃないかなと思います。はい、それでは続いてのハイパーバターです。はい、続いてが GR ランクなるみあい。こちらがバトルモード終了後1ゲーム目に最大 65% の確率でバトルモードが内部当選を抽選する特別効果で、浮上してもまた潜水できる、うんうん、浮上してもまた潜水、最後にねザバーンで上がってきちゃうんですよ、うんうん、で、ジャックが終わった後に多分また当たるよっていうことで、再突入を狙えるアイテムが なるほどアバターなんだと思います。はい、期待が持てるアバターだそうです。はい、じゃあ続いてのアバター行ってみましょう。はい、こちらも姉妹のもう一人の方ですね。GR のなるみゆう。こちらは、バトルモードを、最大100ゲームに到達したとき、継続率を必ず最大ですね 95% に書き換えます。規定ゲーム、まあ、この100ゲーム、最大100ゲームだそうですが、ここまで継続させればもう最大継続率、ここからロング継続、まあ、ワインエンディングまでいけるかもしれないです、年明けは、うん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 、はい、ということでね、ぜひハイパーアバターご参考ください。この他にも、うん、アイテム同様にガチャページで他のハイパーアバターもチェックできるそうです。